向正面の藤金さん、はい、どうでしょうか、影響など。え、まあ、あの痛い回とは言っていられませんからね、はい、まあ、してまあ、あの少しでも、ケアをする前にね、妄想と毎日努力してます、はい、うん、まあ、まずはなんとかカド番を脱出しなければいけない栃ノ心。上位が星が上がっているだけに、栃ノ心の勝ち。栃ノ心4勝2敗です。勢いは横綱大関戦が終わりましたが6連敗となりました。ふーっと一息。ただいまの決まり手は向正面の藤金さん、はい、どのように見ましたか。そうですね、ちょっとやはりですね、踏み込んだんですけど、やっぱり状態が高かったんですけども、はい、しっかりあの右から突き落としたんですけどもね、ちょっと上手をこれ、そうですね、肩越しというかですね、なかなかどうしても、足の踏ん張りがですね、怪我する前みたいにはいかないんですけどね。あ、この右足の親指の影響ですよね、はい、でも、まあ、あの、まあ必死の土俵がついてますけどもね、あの記録でしっかりと白星をね、ぜひ積み重ねて。